そんないくつも持ってんのどんどんちっちゃくなっちゃってるけど大丈夫ですかまあ指で押さえてるだけだからめっちゃシュールあ、もう一色だけじゃなくていろんなのを使っていこうみたいな感じですか。二つは使ってみたら面白いかな。なるほど。基本の方ですからね、それがね。もうパチン一発食らわす。そうですね。何？バイン。あ、弱点見していきます。なんか小細工で月だったら割れるよ。ああ。いうのします。あ、でも撮影だりーな。ミスれない。むずいね。ミスれない。白羽取り？風船白。どう？葉っぱ意外といけそうだもんね。今ので壁で一つしたいよね。ああ、はいはいはい。使っていいですね。それ頭痛いって言うところ首痛いって感じ。これリズム合わすのむずっ同時に膨らませられたらかっこいい。ああ、偏るんだ。偏るな。あ、そうなの耳からの出血多量ってことにしますこの絡み意外と運動量激しい。そうですよねリアクションが大事ですから。やばいよ、必要以上にリアクション取ってる感じがすごい。まあできるもんですねいやー、絡み側むっちゃしんどかったですね基本的には風船というものを知らない人のせいでやってました、ね、あ、なるほど。設定的には風船を初めて見た。そう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 。だから最初見た時に「何それ」って普通に近づくこうなるんだぜってパチッていうくだり。あ、なるほど、そういう意味があった。そう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 。知ってたらね、なんか近づきはしないよね、少なからず。むしろ離れると思うなんかよくわかんないけど関わっちゃいけないタイプだなって思って風船をちゃんと風船として扱うと俺当初思ってなくて鉄球みたいな手にしてやるのかなって思ってたらちゃんと風船なんだ。そうですね、もう本当にまごうことなき風船でちゃんとやりましたね。ねえ、なんで風船でやろうと思ったんですか。なんだろう、その方が面白いかなっていや、個人的にお気に入りは風船ローテーター。あれこっちも楽しかった。バカバカしかった。そうですね。風船にできることの誇張表現みたいな感じでしたよね。風船の可能性をね、ボヨボヨ頭を打った時ですね。鉄球っていう設定だったらあれですもんね。この時点でもう致命傷ですけど。バーン。ところが風船だったからなんか独特なリアクションだったというか、なんかこっちもボヨーンみたいな。打撃というよりは風船の反動による首のムチ打ち。そう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 。あの時のダメージは首だったんだよ。首ちゃんと。ちなみに最後のとどめの風船割りっていうのはあれはどういった効果を設定としてはあったんでしょうかね。あれはまあパーンって割られたインパクトで事切れるみたいなのでよかったんですけど、せっかくだったら本当にリアルなダメージを追求してもらおうと思って鼓膜をねやられてしまってしまったっていう。あれがとどめっていうよりかはあれで鼓膜に大ダメージを与えて、まあでも繊維を損失させて。いや、いないとは思うけど絶対真似しちゃダメよ。ちゃんと耳栓とかしてうまいことね、カメラワークとかもいろいろもろもろ工夫した上でやってますから、ちょっと思いのほか予想外だったんだ、衝撃が。音がねめっちゃうるさかったですね。本当にびっくりしちゃって絶対真似は絶対しないでください。その道のプロでやってるんで我々は特別な訓練を受けて我々はやっているので、風船のプロもあと護身用には決して使えないってこともちょっと釘刺しておきましょう。それは護身用に使うもうそこ割れるから。今回すごい強く見えましたけど、特別性ゴムなんで、なんか編集室に会った時に風船で戦おうと決してしないように。楽しかったですけど、最初の企画これでいいんですか？まあいいですか。新しい風が来たということでこのチャンバラスタジオさんにも新しい企画ということで新しい風を舞い込もうということでいいんじゃないですか。風船だけなるほど、風の線だけにプラスに捉えているのであれば、それは良かったです。いい仕事してくれたといえば、はい、いい仕事してくれたといえば、ああこれはね、さやがちょっとね折れてしまって、さやちゃんちょっとね思いのほか飛ばされてのたまち回ってっていうことをねやってくださったんで、その最中にね、途中までさやあるけど途中から露骨にないから、そうですね、さやなくなってますんで我々は特別な訓練を積んでいるからさやで済んだんです。本来だってこれが骨になってるかもしれないね。もしかしたらね、フォーテごとバキーって可能性ある。だから絶対に真似しちゃいけないですね、我々にやっていることは。そうですね、本当に。でもまあ風船でここまでやれたんですから、また別の何かがね、この風船以外の何かしらのグッズとかがあるじゃないですか。ああいったものでもしかしたらできるかもしれないし、いやーぜひこんなものでやってるのを見たいよっていう方はぜひ、ああそうですね、いいと思います、いいと思います。もしコメントがなかったらもう金輪際お蔵入りというかぜひぜひシリーズを続けていくためにもぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメントを入れてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。風船使いの竜、略して風流みたいな。それ分からんけど。